最大で9連休となるゴールデンウィークが始まり、空港や駅は連休を海外やふるさとで過ごす人たちで混雑しました。食べて飲んで綺麗な景色見て野菜みたいな、そうやりたいなって。中部空港によりますと、ゴールデンウィークに海外へ出かける人は去年より1万人以上多いおよそ15万人。出国のピークは今日と来月3日、帰国は来月6日と7日になる見込みです。パパの家、美味しいものも食べて楽しんでいきたいと思います。JR 東海によりますと、午前中新幹線は博多行きののぞみの乗車率が最高 110% になるなど、下り線の一部で満席の状態が見られました。混雑のピークは下りが来月3日、上りは7日の見込みです。